木村又蔵は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。加藤清正の家臣。加藤十六将の一人、忌川正勝。実像よりも江戸時代以後に、講談で有名となった人物であり、伝承の虚構と史実との境界は不明である。相撲の達人として知られ、ケア村六助との一番が有名である。著書に、清志正樹。 木村又蔵を描きがあるが、いずれも江戸中期以後の作で、後者は義書である。歌天皇の松江佐々木氏の一族で、大見木村氏の出身。父は、木村又衛門春世で、六角上帝入道廃下の侍大将だった。ある日、砂村第六に上帝が暗殺されそうになった宴席に居合わせた、故障の又蔵は、その場から逃げて、押し入れで震えていたことから、 臆病、また像の異名がついた。しかし、これを恥じて、北向き八幡神社をで八大菩薩の加護で怪力を獲得しからは、暴れ牛も投げ飛ばすような無敵の武勇を誇るようになったとされる。観音寺城の戦いで、父が戦死して浪人。姉川の戦いに勝手に参戦して、朝倉家臣の豪傑阿島随天望を討ち取って、 当時まだ無名の加藤虎之助の家来となった。以後、飯田各兵、井上大九郎の三名で、虎之助を助けて転戦。虎之助が百七十国を受けると、又蔵はそのうち百国をもらい受けたほど攻撃された。井上は秀吉よりも、俸禄をもらっていたので、虎之助よりも大身であった。虎之助が、加藤清正となり、 静ヶ岳の戦いで七本槍の功名を挙げて五千国となると、井上と又蔵は、それぞれ千国をもらった。さらに、日後二十五万国の大名となると、又蔵、飯田、井上も、それぞれ一万国をもらって、大名となった。ところが、六を返上して、諸国間に言う。方々で活躍。各地の豪傑や忍者等と戦い、しばらく後に、 加藤家に戻るが、修政、清正への忠義を尽くして、豊臣家のために奔走。その異名に従って、加藤家を出奔して、大阪城に入って、大阪の陣に加わった後に、日後の国の加藤清正の母前で滑伏して果てた。ありがとうございます。